はい、皆さん、こんにちは。もっちゃんいです。今回はバンドリーガルパについてです。はい。えー、ただ、僕が出てきているということで、話をするだけです。はい、えー。ちょっと今ね、早朝に撮ってまして、えー、6月の8日です。木曜日。で、イベントが今日の20時59分までということで、まあ、そのイベントについての話なんですけども、あのー、諦めました。はい。 えー、もうタイトルとかね、あの、サムネで分かったと思うんですけども、あの、実はね、あの、トップ100を目指してたんですよ。はい。で、前にガチャ動画は出しまして、無事ね、無事というか見事にですね、えー、あやちゃんをゲットできたわけなんですけども、で、まあ、これはもうちょっと今回撮りたいなってことで、ね、えー、頑張ったんですが、無理でした。はい。 いやーだからよりこうトップ100圏内のいわゆる何て言うんですかランカーって呼ばれてるんですかねわかんないですけどえー、そのね称号を持ってる方がすごいんだなってことがもう今回あらね自分でやってみて改めて分かりましたいやー頑張ったんですよ頑張ったんだけどちょっと時間的にもそのブーストをかけるこうスター代的にもえー無理が来たということでもう無理ですはいあちょっとピントがはいピントが ね。えー、こんな感じで。ちょっと遠目で見えないですかね。174位です。えー、もう僕の最高順位は今ここまでです。はい。ちょ,ちょっとピンボケがすごいですけど。えー、174位。330万ポイントかなはい。稼ぎました。 えー、まあ、これでも自分で頑張ったかなと思うんですけどもこれでもう174位なんですよで単にねこう174っていう数字を見るとあれ100まであと74位じゃないですかって思うかもしれないんですけどこれ実際にやってみた方はわかると思うんですけどあの1位上がるのがめちゃくちゃ大変なんですよこう数字が近いところもあるんですが急にバーンって上がるところもあるので、えー、実際やってるとね全然こう 上上にななればなるほどがっていうのもあってね、あのーあ、無理だと思って <laughs>、諦めました。で、僕の、こう、まず第一に、あのー、失敗した理由とすれば、あのー、目標を決めなかったんですよ、ポイントの。いろいろサイトとか見れば、こ多分、総合的には、まあ、このぐらいのポイントになるでしょうみたいなのが出てると思うんですよ。だから僕はそれを見てなかったので、いや、失敗したなということで。 それを見てれば、計画的にね、えー、組めたんじゃないのかなと思って。で、あ、これは無理そうだなって思ったら、結構もう最初の段階で、えー、諦めがついたっていうのも、まあ、あるとは思うんですけど、まあ、一回ね、こう実際にやってみて、えー、痛いほど分かったということで、えー、経験になったかなと思います。いや、ランクも一気に上がりましたよ。今、132ですからね。はい。えー、かなり上がりました。 で結果的にまあ僕は330万ポイントでやめたんですけど、えー、多分ん100位圏内で、えー、いるにはおそらくまあサイトとかの情報ですけど、えー、100位圏内最終的にいるにはこの3倍近くのポイントが必要なんじゃないかっていうのが、えー、出てたのでそれを見て僕はもう諦めましたもうスターも全然足りないしうん時間も全然足りないしっていうことで えー、諦めました。はい。えっと、スターに関しては、僕、結局、1万5千円分ぐらい、えー、使ったと思うんですけど、それも、まあ、結果的には水の泡になっちゃったけど、まあ、経験値ということで、まあ、今回はいいとします。はい。まあ、結構痛手だけどね。はい。まあ、そんな感じです。はい。いや今回はでもどうなんだろうな。期間が他のよりちょっと長めっていうのもあったのか、 もしくはパスパレ。まあ、やちゃんだからって、こう、みんながぐわって上がってるのか、理由はわからないです。だから、本当に取りに行くんであれば、計画的にこう練っていった方がいいと思います。で、あと、 えー、ほんとできるんであれば、こう、固定でできるメンバー。だから、同じ、なんか狙ってる人同士とか、まあ、協力してくれる人を探して、えー、固定で稼げるようにしといた方がいいと思います。やっぱり常に、えー、ブーストはかけてはいるんだけども、協力ライブで、えー、同じ数値が出せるかって言ったらね、 あのそもそもフィーバーにならなかったら、ね、全然数値が最大多分2000ぐらい差開いちゃうと思うので、えー、それもあるのかなとは思います。まあ、今の楽しみは次のガチャを待つっていう感じですかね。はい。でも次のガチャはどうなんでしょうね。なんか毎度毎度リーク情報出てるみたいなんですけど、僕はそれ見たくないので、えー、切り替わりまでもうガルパの、ね、情報は見ないようにしてるんですけど、 うーんー、多分、久々にロゼリアなんじゃないのかなと思います。この CD の発売も来月だと思うので、えー、それもあってロゼリア、新曲で、まあ、誰か、ゆきなさん以外が、えー、星4で登場するんじゃないのかなと思います。ロゼリアで、アコちゃんだったら多分弾くと思います。はい、ということで、今回はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。いやー、疲れました。